どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、こちらの、ほとんどね、あの、書かれていることが多すぎてね、見せることがほとんどできない、こちらの、みずほマイレージクラブ、 ANA のクレジットカード。こちらのクレジットカードはですね、ちょっとね、ここら辺に画像をね、出しておきたいなと思うんですけれども、こちらのクレジットカードはですね、私がね、紹介しているポイント交換ルートとかありますよね。こちらの、えー、永久不滅ポイントから ANA 周りに交換するために、みずほマイレージクラブカード ANA っていうのが必要なんですよね。このクレジットカードは年会費無料でね、利用することができるんですけども、こちらのクレジットカードがないと、永久不滅ポイント ANA に 70%で交換することができないっていう風になるんですよね。ですので、基本的に、あの、お勧めさせていただいているのは、このね、JQ みずほルートってね、ルートがあるわけなんですけれども、こちらで開通するために、こちらのクレジットカードはね、タイミングを見てね、発行していただきたいな、なんていう風に思ってるんですよね。そんなね、みずほマイレージクラブカード A、えー、ね、なんとですね、キャンペーンがね、来ているっていう風になりますんで、私がね、こちらのクレジットカードをね、紹介し始めてから、こういったね、 みずほマイレージクラブカードのね、キャンペーンっていうのは、今まで多分ね、なかったんじゃないかな、なんていうふうに思いますので、まあ、もらえるわけね、そんなに大きくないんですけども、まあ、もらえないかよりかはですね、もらえた方がいいですし、もしね、発行してない方はですね、今回のタイミングで、ね、発行していただくと、お得にね、利用することができるっていうふうになりますんで、本日はね、こちらの解説やっていきたいなと思いますので、気になる方、ぜひ最後までご覧いただければなと思います。 えということで、こちらね、公式サイトになっておりまして、新生活応援キャンペーン。今なら各条件達成された方に、最大1万8000円現金プレゼントということで、こちらマックスもらうのはね、ちょっとね、給料受け取りとかね、あと NISA の解説とかも、ね、しなきゃいけないんで、まあそこまでね、現実的ではないと思うんですけども、まずね、 え、み銀行ね、口座解説されてない方は、口座解説が必要ということで、このね、クレジットカードっていうのはですね、みぞ銀行のね、クレジットカードということで、これね、口座がないとえ発行することができないっていうふうになりますんで、口座解説がね、必須になります。で、 今回のキャンペーンですね、2月1日から5月の31日までに、えー、講座解説していただければ、講座解説だけですね、5000円もらえるっていうふうになりますんで、非常にいいですよね。で、こちらの詳細なんですけども、まずね、 え、条件として、1、2、3、4、この4ステップをね、踏んでいただく必要がございまして、え、講座解説は、水尾銀行開設手続きアプリをダウンロードして、講座解説で、エントリーですね。え、新生活応援キャンペーンのエントリーがね、必要っていう風になります。こちらね、講座番号を受け取った後っていう風になりますんで、講座解説していただいた後にですね、講座番号をもらったらエントリーしていただくっていう風になります。で、こちらね、 私が口座開設した時もね、もうこちらアプリになっておりまして、特にね、どっかに来店しなきゃいけないとかね、そういったことはございませんので、スマートフォンアプリでね、利用していただければ、インターネット上でね、口座開設することができます。で、エントリーしていただいて、エントリーして口座開設終わったら、開設した口座にね、5万円入金していただく必要がございます。で、入金していただいて、その後にですね、ずほ銀行ダイレクトアプリ、まあこちらネットで利用するね、やつなんですけども、こちらをね、残高を確認して、 いただくとこちらね、えー、5000がもらえるっていう風になります。まあこちらはもちろん口座開設されてない方のみがね利用することができるキャンペーンっていう風になっておりますけれども、みずほ銀行のね口座開設していただければ5000もらえるっていう風になりますんでね非常にいいですよね。で。 講座解説ね、もうされている方は、またすでにね、えー、講座をね、持っている方は、このね、キャッシュレス、えー、講座指定 NISA のキャンペーンがね、利用することができます。まず、えー、キャッシュレスサービスで、えー、新しい生活の第一歩、まずはここからということで、ミ、え、ズ、ー、ホーバレットの新規登録で1500円が もらえます。えー、水ホーボレットアップに新規登録で、えー、スマートデビットもしくは水を追加を新規発行していただくと、えーえー、1500円がね、もらえるっていうふうになります。特にね、エントリーは必要ございません。で、さらに、えー、以下のサービスを、えー、新規入会と1回以上すると、えー、もらえるということで、えー、JCB デビット新規入会で、えー、新規入会とご利用で1500円ですね、もらうことができます。さらに、 みずほ JCB デビット、みずほウォレットアプリに登録して利用すると、えさらに1500円ということで、1500円、1500円ということで、最大3000円、ね、獲得することができるっていうふうになります。で、このね、JCB のね、あの、みずほデビットっていうのも、まあ、特にね、年会費かからないですし、それをね、さらに登録して利用していただければ、1500円取れるっていうふうになりますんで、これはね、非常にいいですね。しかもね、利用金額とかもね、詳細見ていくとですね、特にね、いくら以上使わなきゃいけないっていうのね、 記載がありませんので両方ともですね物理カードと登録したねウォレットアプリで利用していただければですね3000取れるっていう風になりますのでこれは非常にいいですよねまあ、ジュースとかとうとうねまあ適当に買ってクリアねしていただければなと思いますで次ですねこれですねみずほマイレージクラブクレジットカード新規入会利用で1500円ということでえ今回ねみずほマイレージクラブカードのクレジットカード新規入会利用で1500円 これがね、みずほマイレージクラブのキャンペーンということで、こちらね、あの、詳細見ていただくとですね。 え、こちらのページに飛びまして、こちらにね、ANA のカードがあるっていう風になりますんで、今回のキャンペーンはね、こちらっていうふうになります。もしね、これだけ利用されたいっていう方は、これだけでもね、いいのかな、なんていうふうに思うわけなんですけども、新規入会利用していただくと、1500円もらえるっていうふうになりまして、こちらもね、特にエントリーは必要ございません。で、キャンペーンのね、詳細見ていただくと、えー、申し込み期間は2月の1日から5月の31日、えー、ご利用期間は、みずほマイレージクラブクレジットカード入会制度付きの翌月月末。 月末までに利用していただく必要がございます2月入会だったら3月31日までですねでキャンペーンの概要は 対象条件を満たした方に漏れなく1,500円ということでエントリーは必要ございません。まず一つ目が、キャンペーン中に、みずほマイレージクラブ、新規入会申し込み、2024年6月30日、日曜日までに新規発行していただくこと。で、ご利用期間中に1回以上利用していただくことということで、特にね、こちら、いくら以上利用しなきゃいけないみたいなのも、記載がございませんので、まあ、適当にね、ジュースでも買っていただければ、まあ、1,500円もらえる。まあ、変な話で、ね、アマゾンギフト券15円とかでもいけると思います。 ので非常に軽いですよね。まあ、これでね、1500円もらえるっていう風になりますんで、まあ、今回の機会にですね、ぜひね、発行検討していただければなぁと。 思います。で、ついでにね、キャンペーンは他にもございますので、一応ね、解説させていただくと、J コインペイ新規講座登録と利用で1500円ということで、まあ、これもね、J コインペイの新規登録して利用していただくだけで、1500円もらえるっていう風になりますんで、これもね、非常におすすめです。J コインペイね、いろんなところで利用することができますんで、まあ、もらってね、損はないのかな、なんていうふうに、 思います。で、こちらはね、条件なんですけどもえ、新規入会していただいて、講座登録の翌月月末までですね、2月の場合はえ、2月1日から3月31日までですね。 で、条件を満たした方に1500円プレゼントということで、条件1ですね。口座情報を登録期間中に J コインペイアプリをダウンロードし、水ほ銀行の口座を初めて登録された方、えご利用期間中に1回以上の決済等が利用ということで、小ら送金を含む J コインペイによる送金、再生、保険へのえ電子、電子、 地域、更新券、購入の支払いは対象外ということで、まあこれ以外であればですね、対象っていうふうになりますんで、まあこちらも適当にジュースとかね、買えば対象になるっていうふうになりますんで、これもね、非常に軽いですよね。これはね、ぜひね、取りこぼさずに利用ね、していただければなと思います。で、 次ですね。今回これがキャッシュレスで、口座指定と NISA。一応こちらもね、紹介していただくと、みずほ銀行の口座指定していただければ、え給料受け取りですね、1500円もらえたりえ、口座からね、チャージ引き落としていただければ、500円もらえるっていうふうになりますんで、こことね、 このニーサに関してはちょっとね、ハードルがね、高めになっておりますんで、まあ、ここまでね、利用しなくてもいいのかな、なんていうふうに思うわけなんですけども、まあ、ここら辺ね、まあ、ニーサ講座とかね、持ってる人ほとんどだと、私のチャンネル見てる方はね、多いと思いますんで、まあ、ね、さすがにここまで利用しなくてもいいのかな、なんていうふうに思うんですけども、一応ね、こういったキャンペーンもね、ございますので、まあ、気になる方はですね、こちらもね、ぜひチェックね、していただければな、と。 思います。はい。ということで、今回ですね、こういった感じでかなりね、えー、条件緩くね、お金がもらえちゃうっていう風になりますんで、ぜひね、利用していただければなぁと思います。特にね、永久セゾンカードで、えー、永久不滅ポイントまでは、えー、ルート通ってるけども、その先のね、ANA バイルのね、この70%の効果率のね、ルートを通してな、ね、いって方ね、非常に多いと思うんですけども、まあ、せっかくね、キャンペーン来ておりますので、この機会にね、カード発行していただければなぁと、 思います。こちらのクレジットカードね、言ってると思いますけれども、えー、ほ銀行の口座がないとね、発行することできないっていうふうになりますんで、この点はね、覚えておいてください。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画がグ立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、ライン公式アカウント、最近ね、ライン公式アカウントで、プライティパスのね、二位クレジットカードのおすすめがわかる、PP 診断、ポイントサイト診断、マイル診断、で、最新のコンテンツとして、 最近ね、マイルクレカ診断も始めましたので、こちらね、総合バージョンになるわけなんですけども、ぜひね、こちらも無料で利用することできますので、こちらからね、利用していただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ